はい、今回は2021年3月21日ライジン27で行われる、浜崎彩香対朝倉環奈の勝敗予想をしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この試合はライジン27の、メインイベント、はい、で、女子スーパーアトム級タイトルマッチで行われます。はい、まあ、浜崎選手がチャンピオン、挑戦者が朝倉環奈選手です。でこの2人は、過去に対戦をしていて2018年の大晦日ですね、朝倉環奈選手がチャンピオンだった時に、そうですね、うん、浜崎選手が、まあ、逆の立場ですよね、挑んで、2ラウンド4分34秒アームバー、ね、はいはい、腕十字でタップアウト、うん、浜崎選手が勝ちました。はい、まあ、この試合、まあ、2年ぐらいですね、2年前ですね、約2年前、はい、まあ、差があったなと思っていて、はい、で、まあ、その後も浜崎選手は、まあ、ハムソキ選手には負けてしまったんですけど、それ以外はもう勝ちまくっている、うん、それギリ負けでしたよね、ハムソキ、2-1の判定、2-1、そうですよね、はい、何でしたっけ、三角でしたっけ、あれ三角の抜け方がってやつですね、ガンガンやってた、でもだからそれ以外にはみんな勝ってる、うん、でね、直近の試合では山本美夢選手に、洗濯バサミですね、はいはい、で一本勝ちしました。うん、はい、まあ、対する朝倉環奈選手は、浜崎選手に負けてからは負けてないんじゃないかな、あ、山本美夢選手、ね、あ、そっか、浜崎選手、山本美夢と2連敗してから1、2、3、4試合、そうっすね、2人ともこう、ただ相手がね、ちょっと相手が全然レベル違うっていうか、この外人もよくぶっちゃけよく分かんないですもんね、分かんない、誰だかよく分かんないし、アリーシャ、まあ、あと古瀬選手と愛選手、愛選手と割といい勝負でしたからね、しかも、うんうん、判定までいっちゃったっすね、はい、っていう感じです、うん、あー、ちょっと厳しいっすよね、普通に考えたら、うん、まあ、うまくないっすよね、うん、打撃は僕上手になったなと思うんですよ、はいはいはい、朝倉選手、はい、うん、上手になったなと思うんですけど、浜崎選手も打撃がうまい、やってますよね、しかもボクシングすごいやってるんで、はい、スピードもあるし、パマンっていう、こう踏み込みも速くて強いので、うん、打撃、テイクダウン、テイクダウン、うん、朝倉環奈、うん、ちょっときついんじゃないですかね、うん、で、まあ、決めの強さ、まあ、経験も含めてフィジカルも含めてちょっとやっぱ浜崎選手に分があるかなとは思うんですよ、で、3人思ってますよね、同じことを思ってますよね、はい、じゃあそうっすね、何で勝てるのかって、朝倉環奈が勝てるとしたら、はい、判定待ちですよね、うん、レスリングにつけてというか、つけて上を取り続けてというか、肘ありですか、肘ありますよね、多分ね、肘あります、まあ、上から肘落とすとかそれぐらいしかないんじゃないですか、カットカットというか、まあ、そうですね、カットそのシーン作れます、いや、上から肘を落とせるシーン、なんかでも一発がないと逆転って基本できないじゃないですか、男子だったらね、パンチでとかあるけど、うん、女子の場合逆転KOないから、確かに実力差そのまんまになっちゃいますよね、やっぱ難しいっすね、難しい、ひっくり返すのって、しかもね、弱点があまりない選手ですもんね、浜崎選手が、うん、寝技は強いけど打撃はザラだったじゃないんで、全部そつなくこなすから、もうつけに行くぐらいしかないんじゃないですか、勝ちたいんだったらもうそれこそつけられるかね、前回そのだから浜崎選手が山本美夢選手に勝った時って、はい、山本美夢選手タックルいきましたよね、はい、そっから一本いったんですよね、そうあーそっか、アームロックみたいなの作ってでコロンって転がして転がした時に首に足をつけたんですよ、つけれないですよね、そうだから美優さんでもつけれなかった、うんうんうん、で朝倉環奈対山本美優は、うん、山本美優のつけで勝ったんで、うん、そうですね、
そのレスリングフィジカルでいうと山本美宇の方が上、はい、でもその山本美宇の歯が立たなかったのが浜崎彩香なので、うん、カーフキックですか。じゃあやりますか。やりますか。カーフ。やりますか。それぐらいですか。もうでもきつくないですか。結構ボクシングやってもちょっと負けそうだし。うん、いやそう思います。変な話だから怪我させるってことですよね。いやまあそう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 。もう足行かせて踏み込みができない状態で行くか。やるか。だから奇襲系じゃないですか。もうその、うん、いきなり足感行っちゃうとか。あれやってなかったっすっけ、なんとか拳、日本拳法じゃないけど、あの八千代がやってた、ああ八極拳じゃなくて、なんだっけ、ジークンドー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 多分やってたんだよな。あ、そう、東郷先生の、そうそうそう、習ったんすよ。そんな、そんな付き合いまで勝手すぎに、そうなんですって。やってました。あでも本当だ、どうします、セコンドだとして、セコンドというかまあチーム陣営だとして、もうとにかく勝つっていうのを目的とした場合に、ね、実力差はある。本当にカーフ効かせてカーフ効かせてそっからつけるタックルだったらいけるんじゃないですか。だからとにかくまともに試合をしないってことですよね。そう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 、めっちゃ離れて、うん、カーフだけ蹴る仕様ですけど、だってまあ普通にやったら負ける、怪我させるっていうカーフ以外ちょっと今思いつかないですね。多分肘とかカーフとか、まあ、逆関節、もうアホみたいに肘打つかっすよね、下になってもつって切れればいい、切る目的で、そうそう、切るだけでいいから。女子でもカーフ効きますかね、当たったら。強さ的にってことですよね。浜崎選手ってそんな前重心じゃないですよね、フラットですよね、多分トントンって、あのステップの速い選手なんで普通に切るでしょうね、さっと後ろに。そこまで効かないか。うん、まあでもやっぱローキックでしょうね、なんかあるとしたら。とかね、どういう作戦で来るのかもちょっと一つ楽しみですね。楽しみ、ね、奇襲。このパラエストラが何をするか、上昇軍団が。でも前回何もできなかったもんな。まあほとんどね、あ、うん、ちょっと見出せないよな。しかもアリ選手との試合を見たら、うん、そんなになんていうんだろう、うん、差は見せられなかったですからね、うん、言ったら僕らは浜崎選手が勝つとは思ってますけど、はい、何かを見せてほしい、爪当てをしっかり残してほしい、思いっきりタックルいくとかはやってほしいですよね、うん、もうでもそこから何があるのって言われて、手下したと。そうなんですよね、普通に腕取られたりするっていう、そうなんですよ。いや強いよ浜崎は。ワン行ってほしいですよね。ワンね、ワン、まあそうそう、一旦ハムソヒもいるし、そう平田いつき、うん、スタンプ、スタンプか、スタンプ負けた、まあ、負けてるけど、あ負けた負けた、変なタップでしたねあれ。そうそうそう、なんかよくわかんない、あれタップしてないとか言ってましたよね。でもちゃんと取っとってやってる。あれはダメだよ。まあそうっすね、ちょっと同じ選手のこう組み合わせばっかりになっちゃうんですよね、日本だと。そうなっちゃうんですよ、もはや。なんかハムソヒー選手が返上してワン行った時に、うん、もうあと追っていこうとして言ってましたよね、言ってましたよね、うん、でもまあライジンでやるって言ってたけど、うん、でもやっぱ今回試合をこうやってやって、うん、やっぱり圧倒的に勝ったら、うん、やっぱ相手いないじゃないですか、うん、もういない、ってなったら行くかもしれないですね。行かないかな、行かな。だって選手生命もあとそんなに、もう30代後半ですよね、うん、あもうそんな若いけど、そうですね、38歳、あー、そうそう、39歳かな、今年9とかかな、うんうんうん、だからそうだ、もう少し、そうっすね、女子って長くないですか。まあ、美優さんとかね、美優さんだって特集の人で 45?5、うん、6ですよ。あとあれ、黒部、あそっか、うん、でしょ、40超えてますよね、うん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 、でもまあスタンプとかは、まあ、そのハムソヒとかも若いですよね、そこそこ、うん、ハムソヒもでも結構、でも30代か、半ば35は超えてんじゃん。あそうか、うん、まあじゃあちょっとやっぱ女性はね、長いイメージがあります。そうですね、黒部選手なんて
77年だから俺一緒だもん。43? 43すごい確かにすごいハムちゃんハムソヒがずっと若いイメージがある。あ、若い87年だから。あ、でも30ぐらいですか。若っ。だいぶ若い時から活躍してたんですね、ハムソヒね。ハムソヒずっと名前は知ってますもんね。うん、若っ、うん、こんな若いんだ。失礼しましたまあでも30代ではありますよね、うんうん、まあでももう選手がいないから同じ人の組み合わせですね、うん、あと山本美優さんと何人かしかいないですもんね、うん、もういないんじゃないですか。愛選手もまあそうですね、もういないですね、うん、さあもう試合組めないですよね、どっちにしても、まあ、いないからこその朝倉環奈さん。まあそうですね、まあ、そうですねこれ勝ったらもう返上じゃないですか。返上でワン行っちゃいますか。行かないとね、見たいっすね、ワンで見たい、うんうん、でもそうすると朝倉環奈選手も困りますよね。誰も試合する相手がいないですね。レーナーやんな、そうじゃないですか。山本美優さんと何回もやるみたいになっちゃうんでねちょっと薄いは薄いですね。薄くなっちゃいましたね、うん、ただでもやっぱ世界トップレベルですよ、浜崎選手でしょうね、うん、一番じゃないかって思うぐらい、うん、そういうので、あ、まあ崩れないんじゃないかなとは思うんですけど、朝倉環奈選手陣営の、はい、うん、カラヤスラマズドズレアさんが見たいですね、どう作るのか楽しみにしています、はいはい、今日こんな感じで終わります。ありがとうございました。